平家物語第回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は「春彦です月なき明石」「四月も半ばに近づいてゆく」「義経の陣した豊良の丘は遠い昔中愛の帝と神宮皇后との仮の皇居であったとか」 ふもとから山の上へ、浜の御所、黒戸の御所、神の御所と、遺跡やら祭りの老閣寺寺などが木の目緑にけぶってい,い、古比エという別名があるわけもうなずかれる。源平清水期にも、長門の国にぞ月に蹴る。東国の国府には三の御所あり、三河の神はこの御所御所を見んとて、今宵はここに陣したり。 とあるのを見れば先には降りの軍勢もここに陣したことがあったらしい義経は今日か明日かと心待ちに院然の至るをここに待っていたその間彼は捕らわれの人々に後をかぎりな感度を示した都へ引かれれば誰かで問わず一様に厳しい注目と裁きの前にさらされるメシュー度以外なものではないせめてここにある日の間だけでも 鳥子たちのためにはそう欲しいとしている義経も堀川の留守を思うと鵜久の声も藤の紫もすぐ静かへの連想に結ばれてゆき院前の見つかり今日もまだかとややもすれば季節の昼はいらだたしい「殿おありつなんなるか何事ぞただいまの御所におわす女院の雑司の目より慌ただしう鳥子の木登りへ」 何かつげてきたか女院にはにわかな老いた好きのよしで、なんぞお役人なり、手当のお情けを賜りたいと願うてまいりましたが、おもげなるご用題か、しきりにおののきたもうて、お熱の毛もただならぬとか。えたのげんやあると、義経は次の泊まりへ向かって、げん赤間まで一口当てよ、赤間の製薬員による安倍の朝取りをすぐ堂々してまいれ、と言いつけた。 昨今朝取は赤間にいるものと見えるとすれば八島線の跡と同じように壇ノ浦付近の寺か民家を早速医療所としているのだろうそして源平の負傷者をそこに収容し催眠たちの施約などもしたり一切の世事雑音をよそにくれているに違いない「いてまいりまする」「枝野の源蔵は馬を引き出し遠からぬ赤間の町へすぐ急いだようであった」 ともあれ、くすしの朝鳥が来れば、と、義経はそれを頼みに、現像の帰りを待った。けれど、何か落ち着かない。もし、都へも行きつかぬ間に、女院に万一なことでもあったら、それこそ、申し開きの立たぬ落ち度だと思う。それもある。もちろん、その任務は彼の心の重責となってはいる。だが、純粋にそれだけのものでもなかった。 もし梶原などが血型の噂に借りて彼の奥底をこそぐりのぞくようなことを言っていなかったら、義経は今の場合にしてもすぐさま惨状を指して女院のご様子を見にためらいなく言ったであろう。言わしておけ、人の口があんなど。彼は梶原の言を一生に付したばかりだが、やはり人目や口の葉を始終気にしている自分を否めな,なかった。 我ながらつかみ得ない心の動き方ではあると義経は自分を怪しむそれは今のみではない人知れずかすかな紫なの血を覚えることはしばしばだった何かのことで女院のおそわち行へ身を進めて女院を慰めまいらすある日とかある夜といったような人なき時にである」。 わすところに自然醸されるあのやごとなき御方の体温から立ち上る高貴な気配がそぞろに男のさもしい気をかき乱すのか二十九という黒髪粘きお体から分泌する絵ならぬ香りが乱者のように人をめくるませ幻惑せずに置かないのか。 それとも勝者のおごりも手伝って美しい弱者に対する人間の刺虐がその際義経の心にも無意識の間に忍び込んでしまうのか義経はままハッと自分に気がつくすると絵のごとき二十九の若き御国母の嘆きはそのままかつての平治の乱に清盛の前に引かれて泣き伏した母時磐の姿に見えた こうもぎ取られた市長の母として、女院のおやつれを改めて見るとき、義経はくるまれていた厚い黒い霧の中からほっと我に帰っている。そして我ながら、浅ましさ、いまいましさ、言い知れない自身への懸縁を抱きながら、黙々と麓へ降り、我が泊りへそっと寝た。そうした夜が幾夜かあった。同情か、恋か。 それとも逆な勝者の征服欲か義経の心には静かという女性が住んでいるなのになぜだろう彼にもわからないしかし肉体は彼を苛む事実なのだ梶原の言は一生に不思議てもその事実を彼は笑うことはできなかった枝たの現像に伴われ朝鳥はすぐ女院のお見舞いに馳せつけてきた 先に彦島で五受水の後を伏せっておられた時から、朝鳥はおくじや見取りの指図に当たっていたので、今初めて貴重深きところに御肌を見参らせるわけではない。お気遣いはありません。そこを下がった後、彼は助の天二へも吉経へも、軽い御風気です。お熱だに取れれば、と言い、そのお熱も差し上げる戦略を召されれば、今宵か明日の間にも、 心配のないことを保証した人々は前を開いたでも義経は案じられて夜のうち二度までも助の天使を訪れてそっと御寝息を伺ったその夜は垂れはばからぬ気がされたし暗い山路の行き帰りも義経は何のやましさにも問われなかった院の見つかり台風の城信盛がついたのはその翌日だった 信盛は義経に会い、先の御飛脚の情に接するや、いやもう院のお喜び、天井の簡単、言葉にも何にもそれは尽くせませんと伝えて、まず御情を拝されよと改まって印字を授けた。文には、罰伐でに部位を表し、対抗の至り、特に漢字を示さるるのところなり。 即刻仁義を報じ旅衆を引き連れ「上洛あるべし」とあった義経は直ちに凱旋の戸に上るべくその用意を一同に触れた梶原や乗後降りにはもちろん院のお招きによる旨を伝えておき次の日はもう豊良を発していたのである。 女院の御車の脇には朝鳥を添えておき、道の憩いの暇にも夜の御泊まりにも絶えず彼に心を配らせていた。幸いに、お熱の下がった後は旅路のお目移りもかえってお心を紛らせてか、暇しに常の見景色に帰らせたもやに仰がれまする。朝鳥は道々義経に告げたことだ 先の音と宗盛親子以下の平家の旅衆を乗せた重一両の牛者と延々たる軍票の旅である雨の悩み風の日の悩み山陽道の旅は一朝一夕のことではないがようやく針寺に入り明石に着いたそれが4月20日頃だった明石の裏に夜の絵を結び ここまで来れば、早や兵庫は近し、火ならずして都に入ることに相なる。都も近づけば、義経が密かな心添えもままには振る舞われず、人目はしげし、聞こえもうるさい。と、義経はわざとその世の囚われ人のとわりは、おのの近くに寄せて失礼させた。そして平家人のうちへ、 月の名所の証に宿りながら折伏し月は欠けたれどかえって御名残を惜しみ合うには闇深く波ほの明るくおよろしからん。今宵は万の兵もといて将来は一門の御縁同士ひそと宴したもうとも思い思いに別れを惜しみたもうとも夜半まではままになしたまえと年頃に言ってやった。 特に主食も教師女房たちの群れからは「漁師硯を許したまえ」とこうてきたのでそれも与えた彦島以来この日までは例えば宗盛とその子の中でも置くところは離されていたそれが帳と帳を通って愛抱き愛泣き語り合えたことだった 宗盛親子以下囚われの一門大将ら十一人女房四十四名どんな夜を過ごしたことであろうかもちろん遠巻きに兵を見張らせ万一のこともないようにしたであろうが義経は到底その哀愁なささやきやすすり泣きの聞こえる近くにはいるに耐えなかった。 彼のみは磯松の密誠を遠く隔てて帳を張らせ夜半まで一人手枕でいたところが彼方の愛別も人の身の上ではなかった後に思えばこの世あたりすでに義経の手枕へもやがての悲風がそよと訪れ出していたのである翌朝 都の留守に残しておいた一郎党が迎えのため福原まで駆け下っていたのに出会いその者の,の告げによると義経が上洛途上の間に次のようなことが起こっていたという鎌倉の頼朝が突如と言ってよい一礼を発したその容姿は従来 関東の御家人たる者は頼朝の推挙にあらざれば人間女衣など相ならぬぎと固く申し渡してあるに、命を破り朝廷の捕人に甘んじて独特たる輩がある。以後、そのような面々は本国へ帰ることを許さぬ。もし尾張またから東へ踏み出る者があったら所領を召し上げ断罪に処すという厳しい二つだとの ことはて義経は兄頼朝の意思がどこにあるのか思いまどったこの例を適用すれば梶原の息子や一族の二三にも触れるが義経の部下には24人の該当者が出る佐藤忠信などもその一人だがしかしこれは心霊ではない従来も鎌倉からやかましく言われていたことである されば今度も武者の凱旋に先んじて武者よりも陰を牽制するための意思表示かもしれない。いや、そうであろう。さしたることかは。義経はそう善意に説いた。そして迎えに出ていた者へ、留守には何事もなかったかと問い、そのことよりもすぐ次に、静かはと安否を尋ねた。おかわりもございませぬ。ただ人中よりのお便りもないままに。 暗示暮らしていたか。さあ,あれ無事で帰った。まず先へ走り帰って、義経はこうぞと見たままを静へ一時も早く伝えておけと、そのものを先へ返した。かくて旅路もわずか、淀止まりの一夜を最後に都入りの日は近づいた。25日の朝、彼は晴れを装っ 武者一同も前夜から身の赤を清めそれぞれ清掃して鳥羽に至る鳥羽殿にはもう前夜から新京新事の観光を迎える見つかいが待ちわびていた最昭安道、左小弁兼忠左中条金時中納言常房など坪柳を帯び縦紙飾りした馬を揃えて下馬しここに義経から朝廷の手へ受け渡しの式辞が行われた そして義経は平家人の囚われをそこに残してその日は神義観光の列とともに都入りした前区三百騎後掛け百騎朱雀から六条へそして大宮を通り大剣門へ入った「道という道辻という辻の人では大変な騒ぎであった」。 仁義の身から光を捧げてゆく苦行軍やら晴れの義経を見ようという人混みの陽気な押し合いへし合いであった。だが翌26日の人ではもっと凄まじいものだった。平家という平家の名だたるお人は大方生けどられた中古茶。いやいや切り死にやら受水やらしてそだいにはとらわれなんだらしいで。 けど、ドド殿のご総領の胸盛公やらそのお子たち、それに一門の優しい侍大将までが引き取られたちゅうのは確かやね二位の天君殿もかいな。いや、天の君は、海へ見投げてしまったらしい。そらそやろ。お袋様でもそやのに、ご総領ともあるお方が、親子して囚われたとはな。いや、そうばっかりは言えんやろ。 門院様はお気の毒に巫女をお亡くしなされたそうやが女院様はいったん海へ沈まれたんやけど源氏の武者に救い上げられて是非の都へお帰りになったんやぞ訳が違うわい無残なこっちゃのどんなお姿で無残やのうと諸々で言いながらも 群衆はその無残なものを見たがって昼頃にはもう道を埋めたまま動きも取れない人垣だったそれにもう肌にはしっとりの汗も覚える夏近い日差しであっただがどうしたのか日は傾きかけても平家人を乗せたメシウド車はなかなか羅條門の西に見えてこなかった」。 さじきですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ